そう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 。で、基本はジャブなんかで打つときは、インサイド。インサイド。インサイドに打ったり。そう。で、足はアウトサイドに切って、サウスポーは上セオリーとして、相手のオーソドックスな足の左側に出る。はい、そう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 。それが、こういう風に入ってると、相手の右ストレートをレジに、こうなってると右が入りにくいから、だから定石として外側に出てくる。そう。そう。そう。それをサイドステップとか、ターンステップとか、だから、そう、そっちに入って、で、そこからストレート。そう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 。そうそうそう、そういう打ち方で定石としてこっちちょっと前に出る。最近は比較的インサイドを使うことが多かったんですけど、うん、でも定石としてセオリーとしてはアウトサイド、そう、相手の外側、結構流行りしたり、あの、流行りしたりっていうのは定石だから読まれるでしょ、読まれるからいきなり こっちに入ってで定石が崩れてくる。だからセオリー自体がある一人の天才が組み立てていって、それの返し技ができたら今度返し技のセオリーになる、セオリーになることがあるから、そう、それをじゃあ返すには、そうで、そうするとどんどんテクニックが進化していく。だからいかにガードの、ガードの相手のガードのないところ、相手のこう、あと相手がパンチを出してきた時のお話、例えばこうやってパンチを出してきたのに対して自分のパンチをこういう風に合わせてサイドステップして打ったりとか、そうそうそう、そうすると攻撃してる人間は自分の手が邪魔になって反撃できないんですよ。これ合わせ方、そう、前に来たり、あまり一体にやりすぎても覚えられないかもしれないけど、手で払う技は張りに行って、とにかくすぐ戻す、こう来たら、そう、チョンからすぐ戻す、そう、顔の前からガードがなくなる、そうで、そこですぐ合わせる、で、すぐ合わせる、例えばチョンと振り、チョンそうそうそう、そう、で、こっちも、例えば、うん、どっちもいいし、インサイドでもいいし、アウトサイドでもいいけど、アウトサイドに払ってやれば必ず次のパンチは来ない、はい、インサイドに払ってると次のパンチは来るよね、こっちもそう、はい、こっちに対して、そう行くと、こう来るでしょ、はい、逆か、こう来ると自分の手が邪魔になって打ちづらいので、はい、こっちに払うと、こう来るからね、はい、そういうのも意識して、で、そう、外したら、そこに打つ、そう、そこに打つ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 、そう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 、だからパンにね、手で払う、